フリーアナの新井恵理那さんが結婚、妊娠を発表しました。女子アナの結婚といえば、日テレの三浦あさみアナが ZIP で中村倫也さんとの入籍を生報告したばかりで、その日の放送は視聴率が大幅アップ。一方、新井アナもテレ朝グッドモーニングで生報告したものの、視聴率の押し上げ効果はほぼなかったようです。実は新井さんのキャリアの原点は、日テレの情報番組にあるのですが、現在、同局でのレギュラー出演はゼロ。そのあたりの事情を民放関係者は、大物芸人との関係も含めて推測しています。詳しくはデイリー新潮で。